I would like to continue a little bit in English. ちょっと英語でお話をしてから、その後、the words of opening, オープニングということで、最初は英語で始めさせていただきます。Conference on aquaphotomics. はい、その後は日本語で行ってきます。It is a pleasure to be with ここにいることは本当に光栄です。皆さんと一緒にここの時を過ごす日本でここで一緒にいるということはとても貴重なことです。今世の中はコロナウイルスですごくちょっと悲しい世の中になっていますけれども、このように皆さんと一緒に時を過ごすということを本当に大切に思っていますし、これがまあご縁であるということも思っています。残念ながら多くの外国の方に今回来日することをしていただくことは不可能となってしまいましたけれども、まあそんな中でも一緒にここの素敵なホールの中でみんなと一緒にいられるというそういうようなとても幸いな機会が与えられました。そしてこのように学会を共に学会で共に水についてより知識を調べて、そして簡単ではないけれども水の将来などもで自分ができると思えばそれは可能であるということですね。このプレゼンテーションは録音されています。2つの企業の方、コトダマ Thank you very much, 通訳のコトダマさん、マムーンスタジオの皆さん本当にありがとうございます。このズームなどのいろいろな技術の面で本当に皆様のお力がなければできなかったことだったと思います。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。私の研究室の皆さん、ユノサトの皆さん、アクアフォトミクスラボラトリー、アクアフォトミクス研究所ですね、皆さん本当にご協力ありがとうございます。すごく大変なことたくさんありましたけれども、このようにみんなで時を過ごすことができることをすごく嬉しく思っています。この雰囲気ですね、And I can hear the word 雰囲気 which is absolutely beautiful word in Japanese. 雰囲気というのは素敵な言葉ですね。今聞こえました。I'm sure we can translate and transfer this 雰囲気 to the whole world. この雰囲気というのを世界にね、世界の隅々に伝えていきたいと思います。Of the Aquaphotomics Conference. アクアフォトミクス学会のこの雰囲気を世界に伝えたいと思います。Thank you for agreeing.皆さん、For me to continue in Japanese. これからは日本語ということで、そちらの方もご理解でご協力ありがとうございます。やらせていただきます。今日の話、お話はいつもとちょっと違いますね。もちろんアクアフォトミクスメインだけれども、今日自分でも信じてないぐらいだけれども、卒業します。神戸大学の教授として退職最終講義と言われてるんだけど、私フェアウェルというフェアウェルレクチャーと呼んでますね。おかげさまで今度日本の法律が変わって、おかげさまで卒業しても研究は続けられるということで頑張っていこうと思ってます。ドクター・リサラのおかげで神戸大学寄付講座の学部が初めてできましたので頑張っていくと思います。よろしくお願いします。国際学会4回目。このスライドが1回目、2回目、3回目の写真です。ここが一番最初の私手に取ってるのはアクアフォトミクスロゴでございます。
そのアクフォトミクスロゴも賞になります、なってます。だからポスト賞の時いただくものになります。エトさんという方がアーティストが作ってくださったロゴです。一番最初の国際学会をブラッセルスでやりました。ヨーロッパだった。神戸大学のオフィスが国際シンポジオンの中でアクフォトミクスシンポジオンやりました。それが最初でした。でその後またロックホールでした。でその次は淡路島でやりました。2、3年前でした。で去年の予定また淡路島やる予定だったんだけどできなくて今年になりました。またポストポーンしようと思いましたけれども、でも多分やってよかったと思います。そういうふうに思われるように。グッドニュース、3回目の国際学会から4回目の国際学会の間にヨーロッパのアクフォトミクス学会できました。このゾータン・コヴァチさんが会長です。ゾータン神戸大学の学部で3年のポスドクの研究 やっていただいて、今アクフォトミクスラボを作ってアクフォトミクスソサイエティを作りました。で2019年が1回目 の学会を作りました。同じく2019年は中国のアクフォトミクス の会ができました。すごく強い2つのグループがイニシエティブを取って非常にユニークな研究をやって今朝のワークショップイエレナがそういう例を出しました。日本も昔から、多分今日私のストーリーになっているアクフォトミクスのストーリーになっていろんなものが重なっていきますので、ただ今ここで見えるのは本当にこれから、尾崎先生と岩本先生、今日多分お話みんな先生方の話をいただくのは本当にパイオニアですね。岩本先生と尾崎先生、水の研究、金石を使って、そしてその真ん中どこか受け取って、その後はもう若い人たちがいろんな分野でやっていきます。私エンジニアだから数値が大事にして、しかもイエレナもうエンジニアでこのグラフを作ってくださったの彼女のアイディアで、論文の2006年アクフォトミクスの発表してから今までの論文の数の増え方ですね。で何かすごくエキサイティングなのは2030年は1700本1年になりそうみたいですね。見てみましょう。頑張って2030年までに生きていこう。そしていろんなところがラボがアメリカもできましてあります。ヨーロッパも多いですね。中国もニュージーランドもこれからそういう発表が今日の明日明後日多分聞けると思います。そのおかげで本当にこれだけのいろんなエリア の中でアクフォトミクスの研究がの論文が出てます。もうこれ以上のインターディシプリナリティの話は多分ないと思います。でさっき安井先生ご紹介してくださった時、アクフォトミクスというコンプリメンタリー、オミクスのコンプリメンタリーってそのものなんですね。アクフォトオミクスというのは他のオミクスのディスシプリン、例えば縦のイメージとしたらもう花束みたいですね。水がメディアだからエンブレイスしてる、全ての分子水の中に存在してるから、全ての分子は水に影響を与えるから、水が鏡のようにその情報が伝わってくれる。だけど
面白いのは伝わってくれるっていうか読めればね。で、読めるために何が必要かというと光なんです。まあ、人間と同じだと思いますね。明るい時はいろんなことが見えてくるのね。アクアフォトオメキスというのは水光のすべてです。で、今までこの大好きな感じでその話を少しずつ出てくると思います。水と光のすべてですね。で、私たちはまあ 60% か 70% ぐらい水なので、一番多いのは赤ちゃんですね。生まれてから水分ちょっと言葉正しく、ね、最近よく分かってきてますね。水分というあまり正しい言葉だけど、まあ、水の量ですね、多いです。で、どんどん年いくと下がっていきます。じゃあアンティエイジングというのはどういうことかというと、体の中に上手に働いている水だけを保つということは分かってきてます。東山会、なぜかいつも一緒に歩いてるという感じですね。日本が大好きで、私これが何が素晴らしいかというと、ね、いつも半分切って全く同じリフレクションを書かれている方ですね。だけど右側が珍しいですね。ちょっと全く 100% の半分ではないですね。お月さんが下しか見えないですね。その東山会のこの絵が本当にアクフォトオメキスと同じなんですね。目に見えないものが水見れば分かります。光が反射してます。お月さんが自分の光で光ってないですね。太陽の光を反射して水に映ってます。水を見たら、あ、お月さん見えるけれども本当のお月さんではないですね。反射してる光ですね。だから、で、どうして水の上に全部見えるかっていうと、この可視光の光、私たち目で見える光が水の中には吸収されていません。残ってない、反射するものですという特徴がのおかげで、多分私たちは 75% は水なので、まあこの意見に似てるだろうという線で考えたらすごく面白いと思いますね。お互いに反射してますね。今までどうやってやってきたかって、生きてきたかっていうと、こればっかりですね。で、ユノサトのよく真似されて、なぜなぜって、どうしてですかね。まあどうしてもそうですね。なぜという質問が好きみたいですね。それがどうして好きかというと、旅行も好きですね。道が好き、歩くのは好きですね。で、いろんな道がある、いろんな、でも光、夕焼けを見る、朝日見るのは私大好きですね。うちの家族も大好き。光が出る、出た時の嬉しさ、沈んだ時 の平和、ピースですね。で、暗い時はちょっと光が見えてきたというのは科学ですね。フォグ、雲もあります。何にも見えない、どうしよう時もあります。辛いけれどもあります。だから質問がある時、道が開ける、歩き出せる。アクアフォトミクスの物語が質問の答えの物語ですね。質問に答える旅行です。この旅行に今日一緒に少し行きましょう。
さっき安井先生のご紹介の中に言われました、これ私の大学、私が卒業した大学、ウルセ大、ブルガリア生まれ、ブルガリアのドナウ川、多分みんなご存知だと思いますね、ドナウ川の町で生まれました、ウルセという町ですね。でウルセ工業大学の中に初めてできた電子工学、その中で自動制御工学の中に初めての年の学生です、初めての学年で卒業してすぐマスター卒業してすぐ助教になって、で働きながら博士を取ったんですね。だけどその時その私のマスターのなんかブルガリアってみんな聞いたら多分ヨーグルトですぐ出てきますね、イメージは。でヨーグルトっていうのはブルガリア人のこうカスピ海ヨーグルト、ちょっとドロッとしてるヨーグルトはあまり好きじゃなくて、硬いお豆腐みたいなヨーグルトが好きで、だけど固まらない時もあります。でそこが私エンジニアとして固まるために温度センサーシステムを作りまして発表したところ、専門家に言われたのは、あなたいくらでもセンサーを作ったら牛乳が悪ければ固まらないわよって一言でやられました。じゃあどうして固まらないかっていう、どんな牛乳が悪いですか、そこが大事な質問ですね。でそこが おかげさまでやっぱりロシアで勉強して初めて近赤外というのはもう私日本に来てから30年だからもうちょっと前ですね、日本ロシアでそういう技術は使われて、モスクワの先生のおかげでその牛の状態を見るために、ミルクの状態を見るためにその光を使ったらどうですかっていう一言でしたですね。ちょっと飛んでますけれども、後でよくわからないです。プレゼンテーションが。だけど、続きます。そのヨーグルトからモスクワに行って、その博士を取った時は、ブルガリアの初めての工業、自動制御の工業をやって、でその次は、北大で、日本に来て JSPS の JSPS というのはポストドクですね、だから研究の1年半をやりました。でその時一番最初は集中講義という日本語の集中コースで半年北大でやって、それ神谷先生というか私の日本語の先生がだいぶお世話になったご夫婦、神谷先生ご主人が獣医学部 の先生で、もう日本に来てからどれだけ質問したかですね、文化が全然違うし考え方が違うし分からないことだらけでした。だからでも全て答えてくださったのはその先生ですね。しかも嫌とかではなくて、いや考えたこともなかったねっていういつも必ずおっしゃってて、とても親切でお友達になって、今までも必ず電話なりあったりで、これがおかげさまでそのプラクティスさんがオーガナイズしたユノサトと東京の公演の時の出会いの写真ですね。で北大、この写真、この木ですね、がこの写真を選んだのはね、この木が菩提樹の木です。ブルガリアの菩提樹がたくさんあります。6月になったら菩提樹の香りがあります。5月の有田みたいなもんね、みかんの花 の香りです。だけどそこは菩提樹の香りで、日本に来てから すごくミスしてた。もう北大は96年だから4年の最後のところを見つけた木なんですね。だけど菩提樹 の香りで見つけましたっていう非常に懐かしい。で
これが帯広地区大、北大から帯広地区三大学に行って1年、だけど珍しかったのはそこが家畜管理の部屋に行きました。全く関係ないですね、エンジニア、私エンジニアなのに。だけど家畜管理の部屋の先生が乳房炎という病気、牛の病気の診断のために電気伝導度という機械を使ってた。でその方法を私知りたくて伺ったんですね。1年間あそこに過ごして、そこが一番サンプルを取って、朝早く、 朝の搾乳は早いですね。でミルク、牛乳のサンプルを取って、分光器がなかったので両方見たかった。だから電気伝導度と近赤 のスペクトラの酸性のコンシステンシーという再現性が見たかったので、サンプルを集めて飛行機に乗って筑波まで行って、そして筑波の研究所に着いたら夜遅く12時まで実験やって、9時頃になったらすごい遅くなった岩本先生が現れてきまして、そして初めましてっていう出会いですね。え、あ、死んだんですか、乳房炎、病気ですか、水ですねという一言でした。岩本先生の一言でした。でさっぱり分からなかった。え、水ですか、分からなかった。で同じ部屋の川野先生が室長の室長が岩本先生だったね。で川野先生がその時はきれいなスペクトラを取るべきですというのを一言でした。で北大に戻って、やっぱり研究やりたくて、分光器も、ありまして、北大の部屋が初めて金石の、その金石で後で話しますけれども、の特徴が非破壊的にモニタリングできる。だから時間軸でタイムシリーズスペクトラを取れるので、その生き物でもの情報がずっとスペクトラを集められるので、非常に便利ですね。でこのスペクトラは非常にこう見ても何にも、もうこの2つの大きなピークはしかないですね。でその2つの大きなピークは水のピークなんです、牛乳だから。で なぜ上に上がって上がって上がって、これ搾乳中でミルクの中に入っている脂肪が上がっていくの で産卵、光の産卵が増えるので、だからセンサーまで届く光が少なくなってくるから、吸収する光が多く見えるんですね。まあ、それだけ見るのは、ああ脂肪が増えてるということは言えるのは言えるんだけれども、あとは何も言えないです。でその当時今みたいオミクスというのは物を見ている、分子を見ている、細菌臓器を見えるようになって、きてます。だけど全てのいろんなものの一緒に働いて、時間軸で何が起こっているか、機能性を見えるのはまだです。でその当時がすごく、私ものすごくプラウドで、一番精度の高い顕微鏡線を作って、脂肪も測れた、牛乳の中の成分ですね、きれいに測れたっていう、この論文が今でも参考文献になっているのはものすごく増えてきている。アカフトムシの論文よりは多いですね。だけどその時がよく分かったのは、一番ストライキングというか、一番すごく今まで考えもしなかったことが、5つの牛のずっとモニタリングしてたんですね。5つの牛のデータがみんな本当にいつも牛 A のところのデータが牛 A のところに行きます、 B は B のところに行きますっていう、そのグルーピングはきれいにできましたということ。ということは個体差がものすごく強いです。ということは私たちは一人一人自分 の光が入ってる、戻ってきた、もちろんある部分が残ります。だけど戻ってくる光が一人一人の光が違うということですね。だからさっきの東山会の話とつなげていきましょうね。だからそういうポイントだったね、私ので、北大に戻って、だからそういう研究が始まって、その戻ったらもちろん国際学会に行って、初めての近赤の国際学会、尾崎先生と岩本先生というおかげさまで連れてって行って、出会ったのはやっぱり近赤のお父様です、カロノリ先生。
で、川野先生のところが岩本先生も行かれて、これが川野先生とカフカ、ハンガリーの先生ですね。一番ゼロ学会だったのはゼロ学会ハンガリーだったと思いますね、国際。そしてだから私の近籍のグルという尾崎先生と、アメリカの先生とファンテックの日本の会社の社長さん、いや残念ながら潰れちゃったけれども、その多分岩本先生のイニシエティブで作られた会社だと思いますけれども、私一番今でも使っている機械を見事な機械を作った会社なんですね。残念、とっても残念です。でこれがこの本がもう私は近世紀の聖書です、バイブルみたいですの本です。本当によくこのノリ先生とフィル・ウィリアムスというカナダの先生です。そして北海道でいろんな論文を読んで、いろんな学会に行って、いろんな研究やって、結果を出して、ずっと分からなかったのは、金石はいろんなものが測れる、物質ものだけではなくてエネルギーまで測れる、しかも消化エネルギー、消化のためにどれぐらいエネルギーを使われたら、使われたかという動物には測れるというのを驚いたんですね。でこういうシステムを作って、よくよく見たらこれにも使え、餌の分析のもうこの餌の消化測れる、土壌の価値まで測れる、物理的なパラメータも測れる、何でも測れる。そのだからなぜこんないろんなものを測れるって、実際には金石は何ですかっていう、金石はこの可視光の隣で目で見えない光で、この光の感じとそのものなんですね。だからこの光が透過します、吸収します、その中物の中に残ります、ここまっすぐ降りたら反射しますっていうものです。それは光なんです。だから漢字を見れば分かるっていう感じね。で電磁波っていうのは、まあ X 線、紫外線、可視光、赤外はいろいろありますけれども、マイクロワイフ、テラヘルツ、赤外、近赤ということは、電磁波の中にいろんなエネルギーのに分けているんですね。でも光を分光するということはよく使われてて、分光というのはエネルギーごとに分けるという意味ですね。だからこう束ねるの逆ですね。スペクトルというのは、これはスペクトルと呼んでますけれども、この 100% の光が物の中に入ったら出ていく光が100ではなくて、当然その物の中に光がエネルギーごとに残っている量が違うので、出ていく光がスペクトルを表してくるんですね。だから水のスペクトルというのはどういうものかというと、この線ですね、赤い線です。これを見たら、私初めて見た時驚いたのは、全ての電磁波、全てのエネルギーを吸収するものっていうのは水ですね。他のそういうものがないですね。だけどさっき可視光の光は吸収しない、反射する、ここです、この黄色い線ですね。この領域はこんな、もうたった300ナノメートルなんですね。たった300ナノメートルの中に光、水が全くしないでもないけれども、少ししかしない、あとは反射します。だから世の中周りは何があるか、水を見れば分かるということですね。反射しますね。で太陽の光、私大好きで、太陽の光というのはここオレンジの色が地球まで届いている太陽の光ですね。この差が出ているというのは、その間に吸収されているということですね。でよくよく見たら、この水か CO2 というのは吸収するということが、その間に、だから太陽と地球の間の距離の間に光が吸収されるのは水か、その CO2 か酸素ですね。でもこの2つを見れば、このスペクトルとこのスペクトルを見たら、一番水が吸収しないところが一番太陽の光がたくさん来るんですね。だから自然がよくできてるなっていう思われますね。まあ、それは水のおかげでしょうと
考えるんですね。で、機械、今朝もやるのも機械のことをたくさん話しましたので、いろんな分光器あります。うちの研究室の分光器はちょっとお見せしますね。これがさっき日本の会社が作った見事な単波長の領域の機械ですね。非破壊的にこの診断、酸化ストレスの診断、プリオン病の診断、いろんな診断できました、この機械のおかげです。だから光でその病気の診断できるっていうのはなぜできるかって、その質問に答えようとしてアクフォトミクスが生まれたんですね。で、結局水の牛のモニタリングすると、近赤でいろんなものを測れるっていう、見てなぜ測れるかっていう、じゃあ測れたらどうなるかっていうおかげで、このプロジェクトが生まれて、だからそのフィードバック、その当時メタンガスが大きな課題だって、でその畜産研究試験所と北大と一緒に5つのチームですね、農水 のプロジェクトだった、その岩本先生のおかげですね、畜産研究所と食草研と北大、神戸大で関西、関西学院大学の尾崎先生の部屋です。で、そのプロジェクトのが始まったのは1996年です。で、その96年私神戸大学に来ました、准教授として。で、豊田先生の部屋、豊田先生が准教授として、プロセス工学、今名誉教授になられました。で、2006年が教授になって、その当時その私の研究室のラボのワークショップだったんですね。その時中村先生学部長で、ジェリー・ポーラックという水学会の会長です。農学部です。で、今日のロックホールです。で、そのプロジェクトのおかげで、一番やっぱりその入り口、アクフトミクスの入り口はそのプロジェクトのおかげです。今この牛を見て、いろんな水の牛の尿も見て、ミルクを見て、血液を見て、ティッシュだからその組織ですね、インビボ、これがファンテクの機械で乳房につけたらスペクトルを取れましたっていうことですね。で、スペクトルを取ったらその乳房炎の乳房がすぐ診断できますということが分かったんですね。で、でも面白いのは、何回思い出すんだけれども、やっぱりね、見るっていうと、なんか look see の違いですね。だから見ても見えない、だからスペクトルをよく見たらやっぱり違いがどこが変わっていく。私学生にいつも うるさいぐらい、京都学生来てらっしゃるのね、覚えてらっしゃるのね、生スペクトルを見なさい、生スペクトルが教えてくれる。だけど1000ですね、だから1万生スペクトル見れば自分で分かるでしょっていう感じですね。 量がクオリティですね。だからたくさん見れば違うクオリティになります、分かります。だからこれを脂肪とか乳糖のモデル測る、近赤という分野が物を測れる分野だったね。だからじゃあミルクの中に乳糖測れる、で脂肪も測れる、乳房炎、病気の牛でも元気の牛でも同じ回帰ベクトルというのは同じモデルですね、そんなに変わらないです。ところがタンパク質のモデルを見たら全然違います。だからタンパク質のを測るために、病気のもののタンパク質のモデルが違うというのは、病気のもののタンパクと水の水和というかインタラクションが全然違うということは後で分かった。その当時が違うだけっていうのは気がついたのね。で、そのじゃあ次いきなりに、まあ近赤何でも測れるからやってみようっていう、牛乳の中に病気な牛のミルクの中に死んだ細胞が入ってる、だからなんか私たちの風邪みたい、乳房炎というか炎症なので、乳房の中に入ったら細胞が死んでしまいます。そうすると乳細胞ね。で、その乳細胞死んだら
牛乳を作れない。で、死んだ細胞がミルクの中に入ったら酵素を作りますから、その酵素がカゼインという大事なタンパク質を分解される。で、分解すると固まらないです、ヨーグルトは、ね、で、チーズも作れない。チーズは苦くなります。だから、じゃあ体細、その細胞の数っていうのは測れないかしらっていう、やってみたんですね。最初は全然ダメだった、モデル作れない作れないだけど、じゃあだけど個体差影響あるから、じゃあ牛別にモデル作ればよくいった、よくなった。じゃあ今度元気の牛と病気の牛のモデルちょっと違うなって気がついたら、その通りだった。で、これを見たら、こっちが乳房病気の牛のモデルなんですね。で、ここが元気の牛のモデルですね。これがさっきのスペクトルを覚えていらっしゃるね。この大きなピークは水なんですね。で、ここのところが違いがどこにあるかというと、ここの大きなところが違いがあるということがターニングポイントですね。そこで、じゃあ病気のものと元気のものの水が違うということが気がついたのは、そのプロジェクトのおかげです。そこで場を借りて感謝いたします。研究できるというのは研究費が必要です。で、次のステップは、じゃあ病気の診断できる、じゃあもう一つやってみようというのは、体液の関係、これ非常に誰か見たらすごい変と思ってるけどね、結晶ですね、ブラッドプラズマ、結晶のスペクトルを取ります。その結晶のスペクトルからミルクの中に乳成分、ミルクの成分の相関を見ます。それで非常に相関が高い相関が得られました。わかりますか？結晶のスペクトルなのに牛乳のパラメータを測れるという、全く違う関係、違うものと思われるんですね。測ろうと思わない、普通はね。じゃあもう一つやってみよう。その胃液、ルーム胃の中の液ですね、胃液のスペクトルを取って、またミルクの成分と関係あるかないか見ます。それが、それも相関が見られました。もちろんものによります、全てではないですね。だから例えば胃液と血液の脂肪が相関が高いですね。だけど血糖値は、乳糖は胃と関係ないですね。乳糖は血液と血晶のスペクトルと関係あります。です。もう一つやったのは、じゃあそれぞれの尿とか血液とかミルクからこの乳房炎と乳房の炎症の診断でき、どっち、やっぱりミルクで一番よくできるじゃないかって思ったら、そうでもないですね。どっち見ても病気の診断できる、ミルクでも血液でも尿でも。ということは、病気の情報がどこ見てもあるということですね。まあ、これから考えさせますね。そのおかげです。そのおかげでこのプロジェクトの帯広、北大、神戸の最初の大きなプロジェクト、私神戸大、昨日教授会で言ったけれども、神戸大に入った時は日本語で講義しなきゃならない、この大きなプロジェクトも回さなきゃならない、研究したいし、しかも教務という言葉、意味が分からなくて、総務会計、そういう日本語分からなかった。だから、まあ、真っ黒の部屋にいて、少しずつ少しずつ光が入ってきたという、みんなのおかげです、本当に。だから、ここ今私立ってるのは私ではなくて、本当にいろんな人のおかげで、いろんな協力してくださった方々も素晴らしい学生ですね。
神戸大学だけではなくて、でも神戸大学の研究室に来た学生がみんなものすごく真面目で、ものすごく優秀で、何か仕事を与えられたら当たり前のことで、こう精一杯でやりきって、本当にこの研究というこの結果はそのおかげなんですね。で、一番最初がこの水が何が関係しているというのはもう分かってきて考え出して、そしてすごく変な事件、やりました。でその結果は韓国で発表したんだけれども、韓国初めて発表したのはその病気とそうじゃない牛のスペクトラが違うということと、あとノリ先生がうなずいてそうだよねっておっしゃってたのは、次の事件、この事件やった時ね、水を分光器の中に入れます、キュベットセルの中に水を入れます、そしてスペクトラを取り出します、もう1回2回3回コンセキュティブして言いますけれども、で片っぽがスペクトル、そのいい分光器だったら物を測るときはこのもののスペクトルだから同じものが出ないとおかしい、その分光器が悪い、ところが水を入れたら毎回スペクトルを取るときは違うということが気がついたのね。じゃあなぜ違う、どういうふうに違うということがちゃんと相関あります。で面白い関係あります。水が光で変わっていきます。でそれをその事件の発表して二次元相関、この二次元相関ということが出たらいつも尾崎先生の顔が浮かびますね。尾崎先生のおかげで私神戸大に来た時はすぐ西宮近いからもう何度も何度も呼ばれて本当に感謝してます。尾崎先生のグループとたくさん共同研究してきてます。で先生の基礎全部のグループとスペクトロスコピーで分光学の本当に基本というか教えてくださって、そういうバックグラウンドなかったら全然ここまでもう見えてこなかったと思う。特にケモメトリックス、ケモメトリックスというのは大体化学の、失礼かもしれないけど化学と数学はあまり合わないですね。だけど先生の部屋が本当にそのケミストリープラス大変量解析ですね、マテマティクスで、そのおかげでソフトがあって、この水を連続的にスペクトルを取るとこれだけのバンドがいろんなところに水が変わっていくということが分かったんですね。で斜めに切ったらこれだけのきれいな、さっきの2つの大きなバンドではなくていろんなちっちゃいバンドが本当に出る意味、バンドが出るという変な言い方だけど、水がそのエネルギーを吸収して変わっていくという意味ですね。バンドというのは一つのエネルギーですね。でじゃあやっぱり水やるしかないなっていうまあ好きになってきて、そしてこういう時が来ました。うちの家族はハイキングが好きで、でよく山登ってます。山登ると言い過ぎだけれども、まあ御影の山ぐらいかな。で2人主人と歩いてその水の話して、そのアクアフォトオミクスといういろんなバリエーションだけれども最終的にはそこまで取り付いたんですね。そこで思われたんですね。で次はその家族のこの場を借りて家族の感謝してます。本当にニコライと娘です。これは私のうちの娘ですね。お母さんとしてやっぱり娘に助けようとして、2000年彼女が大学プリオンタンパク質の研究やってて、狂牛病って覚えてるかもしれないですね。狂牛病っていうのはプリオン病ですね。プリオンタンパク質が細胞膜にあるタンパク質で酸化ストレスを防ぐ役割があるということを言い出したのはデイビッド・ブラウンというその当時ケンブリッジ大学で研究してた先生で、今バス・ユニバーシティにいます。でだけどプリオン
なぜプリオンタンパク質がそういう病気を起こしているかという知らなくて、でその先生見てたのはプリオンの先生の仮説だったのはプリオンの中に銅が入る時とあのマンガン入る時がプリオンの機能性が全然変わります。全部変わる。でマンガンの方が悪い。でマンガンが入ったらフィブリレーションが起こります。でマンガンがどういう時が入るかというと牛のワクシネーションをする時というあのイギリスの別の科学者がそれを見つけてそのワークショップやってこの本が出ました。で私たちの論文は載せてるんですね。で娘がそのプリオン分析してお母さんこの中に入っている4つの分子の銅とかマンガンが測れる方法ないってなんかできない、そしたらじゃあスペクトルを取ってみましょうっていうこっちがやって、でスペクトルを取ってみたらやっぱりね全然違いましたね。これをプリオンタンパク質が何も入ってないプリオンタンパク質ね、これは銅が入るとき、これはマンガン入るとき、スペクトルを取って解析して違いが分かりました。でもその違いがあのやっぱりダヘヌル解析の結果をよく見て考えて解釈してこの論文がかかったのは4年です。4年間です。2000の事件で2004年が論文が 出まして、で私嬉しかったのはあの、イエレナどこで書いたかな、この論文が一番分かりやすいって書いてあったね。でだけど それが一番アクフトミクスの最初の論文、一番あのきれい、なんというかその当時私分かってた水のことが丁寧に書いた、で多分一番私には分かりやすかったと思いますね。そしてあのやっぱりね科学の世界ってあの、まあ、どこでも同じだと思うけれども刺激ですね。だからあのさっき私のたくさん恵まれてあの先生方に恵まれてますね。グルですね。あの、尾崎先生はじめにポロク先生、水の学会もいろんなことがあの違う見方ですね。やっぱり水学会というのは違う見方もあります。しかも説明できないものはたくさんあります。で科学者がそれがあの悪いとかあのダメとか言うのはとっても失礼と私は思ってますね。分からなかったら分からない、分かろうとしたら前に進んで研究するという正しい姿勢と思ってます。で大きな影響を受けたのはやっぱりハロード・マルテンスですね。ノルウェーの先生、あのタヘヌル解析の、まあ、多分 one of the fathers ね。あのモンタニエ先生、あのノーベル賞 HIV ワイルスを見つけた先生だけど、 HIV ワイルスを見つけたのは水のおかげと自分で分かってずっと水の研究続けていらっしゃる。でマーティン・チャプリン、イギリスの先生、水構造があのユノサトに来られて、あの水構造に多分一番近いイメージを持っていらっしゃる先生だと思いますね。でもう一人亡くなられたんだけれども、あの、ジェイコブ・ベン・エショ、あのイスラエルの先生で微生物の先生だけれども、微生物と水の相性がものすごく良くて、私ずっと乳房のおかげであの初めて、さっき お見せしたんだけれども、乳房のスペクトルというのはあの微生物によって変わっていくんですね。ということはもう1983年の 5年、初めての論文に書いたのは近赤の光で微生物の種類の識別ができるということが見つけたんですね。で本当に乳房炎というのはその病乳房炎炎症が起こっている、どんな微生物が起こっているかというそこまでは分かるんですね。あのそこが、そして最後デザートみたい、ここ残したのはあの安江邦夫先生、一番奥に、これこの場所は湯の里のコノノというあのホテルで、この後ろは
アクアフォトニクス水のこと書いてます。でおかげさまで社長さんのおかげさまでその安江邦夫先生とお会いできてとても良かったです。コンシャスネスの話ですね、意識の話ですね。まあこれからの時代だと思いますので水とすごく関係していると思います。まあ永遠の仕事だと思いますけれども一応将来だから水学会ハマロフとペンローズで会ったこと会ったことはできましたのでその彼ら の次のトゥシンスキーが明日あさって講演もされるんですね。水学会の中でマイクロチューボスという脳の中 の物質それコンシャスネスとか意識と関係しているタンパク質でそこがもちろん水絡んでるんだけれども、まあ、できればその共同研究をやろうとしているところですね。でプリオン病の診断というのは近世紀で今テイさんという私の学生一人今来てるから多分懐かしくそのために私入れたんですね。そのこんな30グラムのマウス の中2年間忍耐強く続けた実験 の結果がこのマウスのプリオン病を入れたんですね注射で。そしたら月に2回スペクトラを取ってでスペクトラを取ったのは頭こういうふうにこれ面白いこの胃のスペクトラをこういうふうに取ってますね。光ファイバー胃に当ててスペクトラを取るんですね。だけど頭 のスペクトラどうやって取るか難しくて結局取ったのは耳ですね。ここから光が入ってここが受光部ですね。結局光が頭の中に遊んでここまで来るんですね。でちゃんとスペクトラ出てスペクトラの解析をすると2年間の結果が似たような結果が出てこれ赤いのは病気のグループですね。青いのは元気なグループですね。でそのあるところまで、まあ、150日その病気入れてから150日までは一緒に変化してる大体。だけど150日からもうこれ以上はもう変わっていきます。病気になったものは病気です。でそのチャンドラーという2種類のプリオン病日本とアメリカを使ってすごい再現性が。だけどここ面白くてね最初は一緒に行くんだけれども一応病気は病気になりつつだけどある時はまた一緒になります。免疫かどうか分からないけどそこが医学ですねこれから。で最終的には結局何が起こってスペクトルパターンが似たようなものが2年間の事件が出ましたのでおかげさまでテイさんの上手な解析ですね。上手というかとっても頑張ってた。でそこでまとめたそこというかアクアフォトミクスというのは結局2005年水に節度を与えるエネルギーを与えることによって水が変化する。で変化するというのは情報なんですね。変化させることによって自ら情報を得てその情報が情報になるまでにはデータが情報じゃないからデータを解析することによって情報を抽出してその情報が診断に使ったり、まあ、アクファグラムを作るということですね。だから水構造はどういうふうに変化する構造が変わると機能性も変わる。そしてさっきの話今のオミクスのもう60超えてますね。プロテオミクス、メタボロミクス、ゲノミクス、ウロノミクス、ゲノミクス。だけどみんなパーツ、パーツ、パーツですよね。こうつながってない。ところが、こう水の中に入ったら、この光、電磁波をかけることによって、全部のすべての働き、すべてのものの情報を得られるということがアクアフォトミクスですね。だから、最近、アクアフォトミクスは、インターディスプリナリー・サイエンス・アンド・テクノロジー・プラットフォームだと思いますね。だから機械がなければその
新しい発見はできません。だけどじゃあ新しい発見が見えてきて、じゃあ今度応用しなきゃならない、しないと前に進めない。だからインテグレーションがとても重要ですね。でもう一つ分かってきたのは、水がただ鏡、東山海の水みたいの鏡ではなくて、水に全部映っているではなくて、拡大する。でどうして拡大するかというと、ちっちゃい分子ですね。でみんなつながってて、しかもフラクタルという新しい言葉を今やりますけれども、フラクタリティというのはミクロの世界とマクロの世界が同じ現象を働いてますっていうことが、私たちはその論文出したのは2019年ですね、証明して。だから小さい体積の中の変化、大きな体積の変化も同じ変化が起こっているということがすごいことだと思いますね。いろんなアプリケーションができると思います。だからまたこれです、東山海です。で朝から、ウォーマックスとかウォートメティクスコーディネーツというか、でも面白いのは名前つけたのは、その水で吸収しているエネルギー、そうバンドという私呼んでますけれども、第一波用の下に大体12バンドを見つけたのは2009年の論文で出したんですね。そのバンドを私の中には文字として見てますね。文字で、その文字の組み合わせ、まあ、単語みたいですね。でその単語は情報を持ってるっていうことですね。だからスペクトルパターンが何か情報を表してくれるっていうことですね。でそこが2009年出したテーブルで、この12バンドでいろんなシステムの中に、例えばグローブリンの濃度が変わるときはこの色のバンドがアクティベートするんですね。 あるいはそのミルクの中のタンパク質が健康な牛のときだけがこのバンドが変わっていく、こういう見方ですね。だからそれぞれのバンドが意味があります。それぞれの水構造を表しています。でそのバンドの組み合わせは言葉でアクファグラムを作ります。アクファグラムがスペクトルパターンになりますね。で温度、これがすごい私好きな、面白いグラフだと思いますね。こう赤いのは水のスペクトルですね。青いのは蒸気のスペクトルです。で蒸気のスペクトルよくよく見たら、水の中に特にこの辺この辺は水の中に蒸気があるということは分かりますね。もう重なっているからSorry。 で氷もそうです。氷のスペクトルは大体この辺ですねになります。だから水だけれども、水の中に蜜入っている、同時にですね例えば月も静くです、ありがとうちょうどよかった、ありがとう。この水の中に同時に見えてないけど、まあ、ただ飲んでる水だけど、蒸気も入ってるし氷も入ってますね。でアクアグラムに乗せてみると、この辺が蒸気ですね。でこの辺が水です。重なるところはたくさんあります。で同じアクアグラムに氷を乗せたらこの辺になります。だからこのアクアグラム表しているこの辺のもの、蒸気の働きしてるねっていう分かります。そして楽しいことをやってみました。その今ユノサトの12月が初めての工業のアクアフォトミックスラボができまして、おめでとうございます改めて。で今ポスター出てます。そのラボの一人の研究員が、水に432Hz を水流れている間に、かけている間にスペクトラを取ります。で 440Hz も同じ実験やってますそして結果がやっぱり違って、面白いのは 440Hz の
のモデルは綺麗なモデル作れて変化が音楽というかその音が起こしている変化が予測は綺麗にできます。ところが432というのは予測はしにくいです。まだもうこれからだと思いますけれども、ただこれが 432Hz の特徴が何かというと、その ABCDEF の間には同じ距離ではないですというピタゴラスの距離なんですね。ところが私たちのこの12バンドの中に見つけたバンドの比例、お互いの水の Q コードの比例がものすごく似てます。でアクアグラムどういうふうに見えるかというどういうふうに考えるかというと、音か色かと同じように、私たちはなぜ色を見える、なぜこんな7つの音で美しいハーモニーを作れるというか美しい音楽を作れる、体にとてもいい影響を与えるというのはまだわからないですね。だけど水が同じように同じ比例で構造変化してるんですよね。だから多分ある時はその全部この情報がつなぐと思いますね。でだから全ての色、全ての音で全ての水の構造が同じ関係持ってますっていうことが私の最近の仕事かなっていうことですね。でだからアクアグラムがそれを見せてくれるんですね。これからいくつかの論文私たち出してるけれども、その中にどんな話出てるかという大きく、じゃあアクアフォトミック この2、3年の間にどんなアプリケーションというか何を分かってきたかという話をします。でやっぱりそのこのレビューがアクアフォトミックス from innovative knowledge to integrative platform for science in science and technology、さっき私言った、科学はだけではない、本当にインテグレーティブプラットフォーム、いろんなものが中に入って、いろんな専門の人が入って、いろんなこういう場を作るでしょうと、これからですね、今日みたいな学会ですね。で一番最初私のラボが昔から今でもやっぱり診断ですね、モニタリング、時間軸でモニタリングできることによって精度の高い診断ができる、測れる、今まで測れなかったものが測れる。で近世紀とか分光学の中に昔から水が邪魔ですごい吸収するから、特に赤外のだからあまり水が吸収するところは使われなかったですね。アクフォト水は逆だから使ってます。水のところが使ってますね。どういうふうに水が変化するかっていう、でもさっきワークショップの時が多分よく覚えてらっしゃると思うけど、出たのは水によって温度の反応違います。一番すぐ反応するのは温度なんですね。水に一番影響を与えるのは温度なんですね。ところが違う水が違う反応する。だから温度だけ上げて水はどんな水かっていう分かるでしょうということ一つですね。だからどんな論文出してるか、DNA とかフィブリル繊維化ですね、繊維化がどうして起こってるか、本当に細かくアクアグラム見えてきましたっていうのは、結局最終的には水素結合が増えるんですね。水が働いている、私蒸気みたいな水、働いている水は少なくなるということはフィブリレーションの理由ということが結果出てます。で酸化ストレスの診断、そのプリオン病の診断、ウイルス、特にソイビンウイルスですね、植物のウイルスとストレスですね、アバイオティックとバイオティックストレスの診断が論文が
いくつか出してます。で最近ブルガリア の共同研究でハベルレアという永遠に生きている植物あります。ブルガリアの山の一番てっぺんにある植物、乾燥してパウダーの状態になっても2年後水かけてバーッと緑になる植物はレザレクションプラントという、でその植物はモニタリングし、ずっと光でスペクトラを取ってずっと追いかけてみたら本当に反応はきれいだった。もうよくストレスが起こるときは何が一番賢い植物ね、何をするかというと自分の中のこのこの水ね、バルクあまり働いてない水、つながってない水、何か中途半端の水を捨てます。だから捨てられなかったらもう死にかけますね。だから水を捨てられる状態、水を働かせる状態という私たちの毎日の仕事だと思いますね。まあ植物から教えてもらってる。で神戸大学の近藤先生、蓮沼先生の共同研究のおかげでできたメタボロミクスとアクアフォトミクスの一緒にやると何を分かるかというと、近石でメタボロミクスと同じように 75% の成分が全部モデル作れるんだけど、まあ、25% は難しい、まあ、なぜ難しいちょっとそこまだ突き込んでないんだけれども、まあ、成分分析できるんだけれども、ただ機能性がメタボロミクスは全然予測は無理なんですね、難しい。予測どの予測、例えばこのバクテリアが成長していつアブノーマルに、いつ病気になるかっていう予測はしたいですね、バイオテクノロジーの世界。成分分析やっててもその予測は非常に難しいですね。ところが水のスペクトラ、最初の中川君いますね、中川君の話今研究してます、0時間から6時間の間に予測できるということがなぜかというのは水の変化なんです。だけど水の変化、ただ水の変化起こらないですね。何かその一番最初のサンプルの準備の中に入ってその水の変化が起こっているということですね。中木村さん、中井さんの研究もそうですね。で、ありがとう。うん、さっき私たち飲んでる水のクオリティで質ですね。アクアグラムを見れば分かります。今日の水はどんな感じかっていう。結合が多いか、蒸気が多いか。それで少しずつ多分私たちはそれを覚えて使えるようになると思います。で最近非常に土壌の、ポリューションだから土壌の日本語出てこない汚染ね、ありがとう、の汚染が結局水加えたらすぐ分かります。で長い時間かけて分析をするよりはその土壌の中に植物を入れて1週間モニタリングすればどんな金属が入っているかって分かります。でそこが水の反応ですね。そこその研究、あと汚染物質、水の中の汚染物質が非常に PPB とか BPM の微量のもの、金石は倍音の領域なので微量のものを測れるはずないという理論的だけれども、その水を拡大することによって、まあ、PCR もそうだけれども、そこはモタニエ先生のテーマですね。拡大するというのは水の構造のおかげでその情報が伝わっていくという、光で読めるということですね。これその実験、さっきのその植物、乾先生多分いらっしゃると思いますね、の共同研究のおかげですね、ありがとうございます。その植物が最初のこうきれいですね、この蜜のこれノンコンタミネイテッドというのは汚染が入ってない、でこれが一つの
の種類、別の種類のコンタミネーションが入るときは汚染の物質が入っていると全然違うスペクトラ、植物、同じ植物土壌に入れて植物の中の水は変わっていきます。しかも変化が似てます。これがこういうストレスの時の自由分子が減っていきます。水の一番働いているもの、自由分子が減っていて結合しているこの辺の水分子が働かなくなってくる、エネルギーを蓄えているだけですね。今ちょっとデモンストレーションします。またちょっとミルクに戻りますけれども、なぜかというアクアグラムまで届きましたですね。だからアクアフォトミクスの道を歩いて旅行してアクアグラムの話して、じゃあアクアグラムできるようになった、アクアグラムの理解が できまして、じゃあどうやって使えるかというと、そのアクアグラムすごく大きな事件できたのは40頭、淡路島 の牛舎で40頭1年間追いかけて毎朝スペクトラを取って、そしてその中に病気もその子供が生まれるか生まれないかといういろんな情報が 入りながら、また乳盤中心でその死んだ細胞ミルクの中にどれぐらい入っている、じゃあ入るときはミルクはどういうふうに変化するかということをアクアグラムを見るとね、こんな感じです。一番きれいな牛乳のアクアグラムなんです。牛乳の中の水はこんな感じです。でこんな感じ、どんな感じかというとね、この辺が蒸気みたいですね。だから働いている水っていうですね。でこれトラップトウォーターというのはイオンとイオンの間に入っている自由分子だから、ポテンシャリフリーウォーターだから、いつでも自由になれる、いつでも働ける水っていうことがそんなになくて、その代わりにその蒸気みたいな水が入って、プロトネイテッドウォーターが多いですね。でこの辺がタンパク水はタンパク質と、そのダイマーってすごく不思議な、でダイマーとハイドロニウムですね、この1438っていうのは水分子のプロトンついてるんですね。だからどっちかというとプロトネイティッドクラスターズというか、小さいと大きいプロトネイティッドクラスターズが水の中にあるというのはすごい元気な牛乳ですね。元気というか元気の牛から牛乳ですね。でどん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 死んだ細胞が増えていきます。ということはその病気の牛から牛乳になります。アクアグラムが薄い色が一番大きい細胞が増えるときは薄くなります。引っ張っていきます。自由分子が増えて水素結合の、こっちが水素結合の多い分子で、こっちが自由分子トラップですね、イオンの間に入っている水で、この辺感じが変わっていきます。で真ん中、ちょうど真ん中ぐらいがバランスを取れて、そのもう大きくなるときは形が全然違う形になります。でプロトネイティというのはぐっと減ったんですね。このプロトネイティクラスターが減っていったということが分かります。こういうダイナミックな変化がその全部この辺がなくなったということが病気の死の時ですね。だからプロトネーションがなくなって、プロトネイティクラスターがなくなって、蒸気みたいな溝がなくなって、大きくなったのはこのちっちゃいクラスターズが大きくなりました。これだけですね。で最終的には、例えば脂肪が低い時は水はこんな感じです。ミルクの中の水ね。脂肪が高い時は真逆ですね。こんな感じになります。だからどんな物質でも追いかけていくと、じゃあ水はどういうふうに変化させるかということが分かります。というアクアグラムの使い方 の例でした。で最後に向かってます。その新しいフロンティアですね。何を、私はどこで注目するかっていう、これから何を考えているか、もういくつか今の話出てきたと思いますけれども、今一つブルガリアのグループと一緒にやってるのは新しい文庫を置きっていうか、その前文庫の方が
水に影響を与えるから、光が水に影響を与えるから、逆にじゃあその光が水に影響を与えるんだったら、人間の体、動物の体、植物の体にも影響を与えるだろうかという、あの今年初めて、あのいや去年も中島君もやったし、あのの文化記で今本当に、ただ面白いのは、多分近赤外テルヘスも論文出てますけれども、テルヘスという光が水に影響を与えます。水構造変化させてます。で近赤も今見てると、単波長は可視光に近いから電子が多いので、エレクトロントランジションが多い領域なので、あの決まった影響よりはただただ水を動かしているという感じだけれども、システマティックはちょっと難しいだけれども、もしかしたらあのもうちょっとあの長い方の近赤の、私今でもまだ答えてないのは、自分の中に答えがないのは、近赤という領域は素晴らしい領域だけど、生きているもののために存在している間違いないけど、 なぜまだ答えてない質問一つありますね、まあ、一つだけじゃないね。でこれが私 あのブルガリア日本に来るまでの教え子なんですね、この二人で、この二人が素晴らしい、あの電子工学、卒業して、その、あの文庫機を作ってるので、楽しみに。そしてもちろん、あのユノサト のアクフトミスラボとブルガリアの EU とブルガリアの共同研究、これがあの新しいユノサトのアクフトミスラボのスタッフで、いろんなテーマ非常に楽しみに、あのもう全て新しいですね。だから真空、低温の真空圧で野菜使ってない、でもあの野菜とかその果物から水を取って、それで新しい商品を作るっていうか、その細胞の中の水の機能性を生かすということが、あのこれからの目的ですね。だからあの最後だけれども、その私のグラティチュード、感謝で始まって感謝で終わりっていうのは、あの私の家族です。でそう、あの私のもう一つのファミリーが、あの OBOGラボ、みんな様、お正月の前12月29日集まってる。でこれブルガリアの私の親戚、お友達、あこれの集まりは、あのブルガリアの私の町の、あの名誉あのはいになりましたけど、その言葉出てこない。あのそして面白いのは、あの古東州はこれだけ大きいですね。私はこれだけ小さいかもしれない。で、あのそうそう、あの古東州と私は日本に残ってるみたいで、あの仲良く、これがブルガリア、神戸にあるブルガリアのファミリーですね。ブルガリア人 のファミリー。これが3月1日、あの赤と白の、まさしく日本の赤と白を、みんな赤は愛、白が健康の意味を持っているものを公開するんですね、お互いに。だからそれをあの集まって、そしてもう一回やっぱり今回その学会できて、あのこんな大変な時はみんな、あの本当によく、あの研究室の皆様よく頑張って、あのユノサトの皆様本当に感謝して、スポンサーの皆様本当に感謝して、心から感謝申し上げます。あのイエレナワークショップ頑張ってプログラムを作って、素晴らしいプログラム本当にありがとうございます。あのローレンス Are you here? ローレンス・ウォング、
ヤレナモンカン、アヤコセコ、トモコミヤガワ、スクリタ、ブリム、マセミチイワイ、マコトサカイ、ありがとうございます。拍手お願いします。スポンサーの皆様、本当にありがとうございます。心から感謝いたします。これからの私たちは頑張る道、まあ旅行が続く。この赤い字でイマジネーション、コンシャスネス、新しい言葉が入っているか、私全然好きじゃないけれども、ただ仕方がない、それも考えなければないですね。バイオハイブリディゼーション、どんな世界になるんだろうか、見えてないけれども、でも光と水が二手で持っていればなんとかできるでしょと。今日はありがとうございました。天駒先生、本当にありがとうございました。これはですね、第4回の赤フォトミス国際学会のですね、オープニングキーノートレクチャーでもあり、先生の体感記念講演でもあり、そして、公開講座でもあったわけですけれども、本当にこれまでのアクアフォトミクスの発見からですね、今日に至るまで、分かりやすくお話しいただきました。まだまだこれからどんどんこの領域が発展していくんだなということを皆さんお一人お一人イメージされてたんじゃないかと思います。Hi Romiana, this is Christian from Innsbruck. I think it was during an conference in Verona when I had the big pleasure to meet you for the first time, and it was in South Korea, in Gyeongju, when I had the huge pleasure to hear first time about acouphotomics.今本当にお会いしてから共同研究を25年一緒にやってきたということで非常に嬉しく思います。この文工学の分野では最も素晴らしいうち人々の一つだと思います。そして素晴らしい人格だと思います。個人的にも本当に一緒に働いて嬉しいと思っています。お会いして、そしてお友達としても、そしていつもお互いにプラスの影響を与え合ってきたと思っています。人生のうちで本当に一緒に楽しくできたと思っています。これからも協力を続けていきたいと思います。いつも私たちのインスブルークの街にも来てくださいね。本当にありがとうございます。元気で。はい、プロフェッサー Tankawa、 Congratulations。千駒先生、おめでとうございます。体感された後もいろんな時間があると思います。やりたいことができると思います。これまで一生懸命頑張ってきましたので、これからも素晴らしい人生を過ごしてください。そしてまた一緒にお過ごししたいと思います。千駒先生、おめでとうございます。ありがとうございます。こんにちは、ルミアナさん。これまでアコアフォトミクスに非常に NIR の分野で活躍されてこられました。今回は同じ学問を
学んでいる人たちが集まっておられます。そしてたくさんの活動されています。プロとして活動されています。これからはまた違うフェーズに入っておかれるので、人生を楽しんでください。こんにちは、ルミアナさん、ティアナさんです。これからもいい人生を送ってください。97年に初めてお会いしましたね。24年前です。体感になるなんて時は早いですね。これ覚えてますか？必要な水はこれだけですよ。乾杯です。グッドラックと言います。愛してます。ルミアナさん、99年からお会いして知り合ってますよね。いろんな学会でお会いしました。本当に感謝しています。お会いして嬉しいです。時々一緒に話をしたり、アクアフォトミクスとか文工学とか、その他以外の話もしたと思います。趣味の話とかもしたと思います。これから新しい人生の章に進まれますので、体感されるということなので、お元気でまたお会いしたいと思います。チェンコバ先生、おめでとうございます。 Congratulations on your retirement。大会おめでとうございます。また神戸大学の教授として、そのまま続けられるということで非常に嬉しく思います。今後もアクアフォトミクスの分野で神戸大学でご活躍をされるというふうにお聞きしております。私は心の底からこれまでの友情、そしていろんなやり取り、協力に対して感謝いたしています。言葉では感謝を表せないほど感謝しています。本当に親切にしていただきました。これからもお互いに協力していきたいと思います。本当にありがとうございます。全駒先生、こんにちは。安井です。慶応大学の薬理学教授です。おめでとうございます。今回はご退官ということで、本当に外国の先生が長い間神戸大学で教授をされるということは素晴らしいことだと思います。尊敬しています。これまで新しい世界を開いてこられましたアクアフォトミックスということで、この分野を代表しておられます。本当に心から感謝したいと思います。学生さんたちがこれからもアクアフォトミックスを、これから皆さんのあなたの後継として開いていかれると思います。今後もグローバルで活躍してください。アクアフォトミックのリーダーとして頑張ってください。チェンコバ先生、おめでとうございます。何を言っていいかよく分かりませんが、本当にありがとうございました。そして健康で幸せな時をこれからも過ごしてほしいと思っています。そしてゆっくり体を休めてください。全駒先生、本日はどうも、長いことお疲れ様でございました。本日そちらにお伺いして、お祝いを申し上げる予定だったんですけども、こんなビデオメッセージになってしまって申し訳ございません。先生にはいろいろと本当によくしていただいて、いろいろと勉強させていただいたんですけども、私の方の動きがあんまり良くなくて、ちゃんとした成果も出せず、宿題もちゃんとやれておりません。その状態で本日に至ってしまって大変申し訳ございません。先生、もうしばらく、ご指導いただけるということをお伺いしましたので、ちょっと安心しております。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。この3月でとりあえず一区切りなんですけども、今後もぜひ、お体には十分お気をつけになって、
お酒も飲みすぎないようにして、非常に、広範囲におけるご活躍を、お祈りしております。また、今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。今日は本当におめでとうございました。失礼します。ルミアナさん、本当ですか？引退なんて、退職なんて、なぜですか？日本で退職なんていうのは、そんなこと起きるですかね？本当 50? え、本当、いや、ちょっと分かりませんけれども、これからもね、これからの人生のステージ、もういつもご一緒させていただいた時には、本当にすごく充実した実りのある時を過ごせて、もう一回一回の一緒にいる時間というのを本当に感謝しております。そしてもちろん科学の分野においても、本当にその学問の深さの追求するところなど、本当にもう感謝します。もう大きなハグをで、お祝いを楽しんでください。そして次何が起きるか分かりませんから、私はこういう形でも参加できたことを感謝しております。 Much love ですね。はい。おはようございます、チェンコワ先生。あ、これ会議が始まる前のちょっとなんかもう髪の毛もボサボサで、今起きたばかりなんですけれども、あなたと一緒に関係をして、たくさんのことを学びました。ご引退ということです、退職ということですけれども、偽りの引退というふうに思っています。もう本当に素晴らしいキャリアをお持ちにして、で、あなたとお会いできたことを、本当に私の人生を豊かにしてくれました。あなたと出会ったことによって、自分の可能性ということに気づかせてもらいました。自分の強みで、自分が信じていることが実際できるという、そのような励ましいただきまして、もう本当にいつもリラックスして力を添えてくださった、そしていつもそこにいてくださった先生に関しても、本当に感謝しております。科学だけではなく、人生においてのたくさんのことを勉強させていただきました。多分わざとそうしたわけではないと思うんですけれども、一緒にいることによって本当にたくさんのことを学ぶことができました。一緒に仕事できたこと、そしてこれからもまだいろいろな意味で続いて、リラックスしながらこれからも一緒にいろいろなことを学んでいきたいと思います。ちょっと一つありました、もう一つあります。私があなたについて思っていることは、あなたは何事も可能にする力があります。あなたはもう何でもできてしまいます。で、そので、多くの人たちが私の人生のいろいろな不可能を可能にしてくれました。論文の書き方もですし、研究室でのいろいろな研究の仕方、分析の仕方、あなたは本当にスタッフにもいつも恵まれて、研究員たちもみんなあなたにとってとても協力的です。技術の面でもローレンスさんですね。
もう本当に心から感謝をしたいと思います。あの個人において感謝しているだけではなくて、我々全員に対して本当に全てのことを現実化してくださった先生に本当に感謝しております。心からこれからのサクセスですね、成功、そして運、幸運、すべてを捧げます。さよなら。 Thank you. Thank you very much. それでは引き続きまして、あのセンコバ先生に水の大切さを最初にお伝えしたと言われる岩本睦雄先生からですね、花束の贈呈がありますので、よろしくお願いいたします。岩本先生ありがとうございました。それでは最後にですね、千古葉先生の教え子さん、テイさんの方から、学生の皆さんを BOB 代表して、一言お願いします。千古葉先生、すみません、皆さんこのような時間をいただきましてありがとうございます。で本日は、直接味わった千古葉先生 の教え子と、あと今日来れなかったんですけども、残念ながらオンラインで参加しているメンバーをちょっと代表しまして、簡単に先生の感謝の言葉とお疲れ様をお伝えしたいと思っております。改めまして千古葉先生、20年間神戸大学での研究お疲れ様でした。千古葉先生には私は研究の面ではいろいろお世話になったんですけれども、やはり私個人としましては、先生に研究だけじゃなくてすごく人生の生き方っていうところもいろいろ学ばせていただきました。先生の尊敬している先生を尊敬している点としては2点ありまして、やはりとてもアグレッシブでポジティブでいらっしゃる点っていうところと、もう2つ目は、先ほどもたくさん写真なども出てきておりましたが、人とのつながりをとても大切にされている点、この2点をすごく学ばせていただいたなというふうに思っております。やはりアグレッシブにやっぱ切り開いてアクアフォトミクスもされてきたと思うんですけれども、本当になんか光と水じゃないんですけれども、そういうアグレッシブでポジティブな面と人とのつながりを大切にする穏やかな面っていうのを両面持ち合わせている点っていうところが、やはり素晴らしく思っております。これからも研究は少し続けられるというふうには伺っておりますが、研究もそうですが、人生これからも先生らしく素晴らしい人生を送っていただければと思います。改めまして20年間お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、もう言葉が出ない。本当にありがとう。もうありがとうしか出てこない。感動。感謝。愛。以上です。ありがとう。